佐藤総之助は、日本の詩人、作詞家。神奈川県吉次軍川崎町砂子にておいて、佐藤慶次郎、梅夫妻の次男として出生。佐藤家は、川崎宿砂子の本陣を預かる家柄であった。1897年川崎神城小学校、入学。1903年3月、高等科一学年終了。4月、 東京市矢沢区飯倉町の糸章、万文に、デッチ暴行開始。住み込み、この頃から区策をする。1904年俳句雑誌、反面に関与し、宣言も止まろうと知り、共に、新潮俳句欄に投稿すると共に、動乱戦車、佐藤鋼六に支持する。1906年渡米を志し、身体検査を受けるも、眼質のため不合格となる。 万文を退職し、父の家業を手伝う。1907年行政中学附属物語専修科に入学し、2年間フランス語を学ぶ。この頃から試作する。1909年佃島の下宿と川崎の実家等を往復する日々を過ごし、幼い薫、吉井勇と交友する。1911年5月横浜の輸出省の娘で、 十枚に当たる川田花江と結婚し、東京市麻布郊外町に住む。1912年12月、千家もとまろ、福祉康二ローラと、雑誌、寺小津田総刊。1914年1月千家と共に、雑誌、エゴ総刊。1916年1月に、最初の詩集である、正義の兜を出版。10月父慶次郎を死去。 翌1917年10月には、第二詩集である、京ヘル歌を出版。1920年10月同人詩集、幕観光に参加。12月詩集、満月の川出版。1921年12月詩集、新都市、草曲集身区の人出版。1922年3月、千家も止まろ、室生再生、小崎喜八。 桃田総司らと志士、嵐を創刊同月刺繍、自然石化州荒野の娘観光。4月四月刺繍、華やかな散歩観光。五月から七月にかけて、琉球、台湾を旅行。また七月に、季節の馬車素病風なる、単小新刺繍観光。十月三分集、四世紀またはある田舎町の最下層の物語また、非小説的なる。 短編少々、11月、琉球諸島風物詩集観光。1923年2月詩集、雪に書く、新詩集、7月詩集、海洋詩集あるいは我々の太平洋を祝祭する、一日本人の朝鮮的公共、落台風の目観光。9月関東大震災理災、川崎の自宅に被害あるも、横浜より避難してきた。 千下も泊ま一家を一時受け入れる。十二月九週には誇り観光。1924年五月随筆集、ハエとホタルあるいは赤爆の本。八月四週四季旅行消極四集水を歩みて観光。1925年七月、新居落成。詩人のクラブ、詩の家を結成する。機関し、詩の家創刊。十月、 萩原作太郎と共に新潮社出版のカ会期間誌日本詩人を編集。1926年4月詩集、浮かれ縁能民洋集12月詩集、上演詩集観光。1928年5月、約1ヶ月間満毛及び、朝鮮各地を旅行する。1929年8月詩集、トランシスト、10月。 新民洋州鳩場娘を観光。1931年1月小説集、世紀の図、佐藤総之助短編集。6月詩集、チベット美人観光。7月より、横浜貿易新報に、長編小説、乙女五千を切るを129回連載。1933年1月、妻の花枝が死去。6月始終、詩集、歌詞観光。 11月、詩人、萩原作太郎の妹、萩原愛子と再婚。同月、詩集、異国歌洋州観光。作曲家、小賀正夫と組多くの楽曲を世に送り出す。1934年4月随筆、超魚随筆釣り心の心観光。11月個人雑誌、バレー、佐藤総之助随刊個人誌創刊。12月、上海、 香港、関東、マニラを旅行。1935年10月、約1ヶ月間モーを旅行する。1937年4月、東京市大森区雪ヶ谷に移る。1938年9月には、久米正男、林久男、川口松太郎らと、品事変従軍文芸家、第一班として、中国へ従軍記者として赴く。 武漢作戦に2ヶ月従軍。1939年1月、苦衆、春羽織、3月詩集、愛国詩集、5月詩集、怒れる神従軍詩集、11月随筆集、釣りする心を観光。1941年2月より、随筆集、釣りの講座春の巻、夏の巻、秋の巻、冬の巻を、 翌1942年4月にかけて順に刊行6月、詩集、青年詩集、随筆集、商業探求、7月詩集、渡積の歌昭和6年間詩集チベット美人以降の、作65編を刊行1942年4月、詩文集、春杉氏、佐藤総之助詩文集を刊行 義兄作太郎が死亡した4日後の1942年5月15日、目黒区の小山省の家を訪ねた際に、脳一血で倒れ、急性。去年51。戒名は、吉光院治う美、宗公寺。なお、川崎信用金庫本店の所在地が、佐藤宗之助の聖火跡であり、同転敷地内に、佐藤宗之助生誕の地碑が建てられている。また、 那覇市首里赤ュラ町には佐藤総之助家姫が建てられている。ありがとうございます。